皆さん、こんばんは。今日は2023年5月30日火曜日です。今日のテーマは、中国の大手 IT 企業、アリババですね。数万人の削減計画あります。経済が下落して、アリババもそうですが、中国のすべての IT 企業が縮小していきます。そして、 ウェイのスマホですね。非常におかしいことですが、5G ですね。適用外なんですよ。これについて話をしたと思います。アリババですね。数万人の削減計画について話題となっていますが、現在の話では2万5千人ほどリストラですね。タオバオショッピング事業は縮小する配達業務、 アリババクラウド、アリババ娯楽業、ゲームとか映画ですね。そして、タオバーショッピング事業の開発部だけはリストラ25%です。そして、アリババクラウドは7%の人員ですね。人間リストラです。現在、アリババクラウドという事業部だけですね。あるいは、この会社だけ返答しました。事業の縮小ではなくて、 事業の革命、革新ですよと説明しました。それ以外の部署あるいは会社ですね。みんなノーコメントです。アリババという会社は3月31日まで、従業員の数は23万と9740名でした。今年の第4四半期だけ4524名減少しました。 去年1年間と今年第4四半期合わせて合計ですね、24,100人減りました。つまり、アリババはですね、去年からずっと従業員を減らしているんですよ。5月26日、アリババ会社は発表しました。これから人材を募集します。1万5000人募集しています。うち3000人ですね、 大学から直接雇用しますよ。これから確信するんです。人材が大事ですよと説明をしましたが、今年3月ですね、アリババの CEO、張さん発表しました。アリババ社の各部署全部独立します。それぞれ独立して CEO が登場して管理していきます。6つの事業部を6つの会社となってこれから 一つずつ株式市場に登場する予定です。つまり事業部は会社となっていくんです。アリババはホールディングカンパニーとなります。その後5月18日発表しました。これから12ヶ月以内ですね。アリババクラウド事業先に株式市場に上場しますよと発表しました。つまり完全にアリババから離れます。 その時ですね、アリババクラウド社は外部の戦略投資家を入れますよと発表しました。これが大事ですね。また、去年の業績を発表しました。去年の営業利益は赤字でしたが、今年は黒字となってですね、営業利益は655件です。39%の成長です。つまり業績はですね、本当にいいんですよ。 アリババと同じ規模ですが、メタ社ですね、発表しました。今年もリストラするんですよ。3月から5月まで、Facebook の会社ですが、3月から5月まで1万人リストラします。去年の秋からリストラするようになって、当時は1万1000人開行にしました。合計ですね、今年も入れて2万1000人の方をリストラします。 メタ社はですね、2010年ぐらいですね、社会からものすごい人材を募集しました。メタバースに投資して、あまり良くないですね。それからですね、これからですが、AI に投資するんです。イギリスの BT グループですね、通信事業っていう会社ですが、発表しました。2030年まで5.5万人一度しますよと、発表して、約1業員。 の数40%カットです主にお客様サービス部署がメインですね。人工知能の技術で対応するので、人はいりませんと。この発表で、今回ですね、世界で初めて AI が普及となって、大量な寿命にですね、リストランするという事件となりました。そしてアメリカのディズニーですね、3回目のリストランするよと発表しました。 2500人解雇します。今年初めですね、7000人ですよと発表しまして、現在6000人ほど解雇されました。これからも続きます。ディズニーの従業員の3%ほど削減するとなりますが、アメリカ側の分析ですが、今年の IT 企業ですね、世界でリストラは約19万人超ですと。 今まではですね、IT 企業はすごいです。人材が集まるというところですね、と言われていましたが、しかしですね、現在はリストラが満員しています。当然ですが、中国の会社はですね、人策源はもっとしていますので、アリババは去年から少しずつやっていきます。つまり、アリババは縮小しているという意味ですが、アリババは急にですね、革命、 あるいは確信をしました。これはジャック・マーサに関係あります。ジャック・マーサは日本で約1年間くらいですね、滞在していました。しかし、ずっとではなくて、海外にもいたりしますので、今年3月26日、中国に帰ってきました。3月27日、ジャック・マーサの学校ですが、発表して、ジャック・マーサはこの学校に来て、 視察しししていいまますよっていう写真を公開しました当日ですね、アリババの CEO ・チョさんですが、アリババの各部署独立しますよと発表しました。つまり、これはジャック・マーサの指導でしょうかと思います。しかしですね、この改革はあんまり意味ないんですよ。企業にとって運営するコストを下げることが大事であって、革新しても革命しても、 すべてコストを下げるためなんですね。しかし、アリババは各部署を独立するには、まあ、コストはですね、上がってしまうんですよ。各部署がそれぞれ独立して、c o さんがそれぞれ登場して、秘書もその分増えますし、会計、システムも独立しますので、これはあまりですね、意味はないかなと思います。しかし、例外はあります。 例えばですね、表だけのところでですね、つまりみんな今までの通りですね、同じところで働きます、勤務します。つまり事務所も変わりません。そして仕事の内容も同じですね。アリババはこれでしょうかと思います。またアリババは目の業務とはですね、タ倒オというショッピングなんですよ。そしてアリペイですね、それから配達業務ですね。 全て逃亡がメインであって、ショッピング事業の延長だと言えますので、でもアリババの各部署はやはり独立となりました。つまりですね、きっと他に理由があります。普通であれば上場するにはお金のためでしょうかと思いますが、私はそうではないと思います。なぜならですね、アリババはもうずっとですね、買収してきましたので、お金はあるはずなんですよ。 そして、アリババは今でも上場しているわけですから、部署を独立させて意味はあんまりないんですね。でもですね、この施策を決めたのは、やはりジャック・マーさんですね。ジャック・マーさんは2019年9月に引退しますと発表しました。しかしですね、引退するまで約1年間ほど準備しました。やはり引退しないといけなかったんですよ。習近平に嫌われていました。 2020年11月、アントという会社ですね、上場する3日前ですね、習近平に上場するなよと止められました。今年3月ですね、習近平が続投できて、新しい指導部が登場して、習近平はそこで発言しました。経済を良くしますよと発表しました。習近平はジャクマーさんに帰国するように指示しました。ジャクマーさんはこれで帰ってきて、 すぐに革新あるいは革命を起こしました。これからですね、アリババは人員削減は継続的にやっていくと思います。つまり事業は縮小していきます。アリババは IT 企業ではありますが、でも中国のある意味インフラ施設となってしまいました。例えば、逃亡もそうですし、アリペイもそうですし、配達業務もそうですし、 インフラ施設となったらですね、経済の下落にショックを受けてしまいますので、中国の経済が衰退します。アリババは縮小しないといけないんですよ。今は準備中であって、なので革新とか革命とか言ってですね、実は縮小していきます。また、中国の IT 企業ですね、長年成長してきました。 やはりこの市場ですね、中国の国内においては独占できますので、無敵ですね。アメリカの会社は入ってこれませんので、そして IT 企業から少しずつ金融企業に変身していきます。そして一番大事なのは戦略投資家を入れますよと発表しました。これでわかるのはですね、習近平はジャクマーさんに帰ってきてもらいました。 それはですね、経済を良くするためではないんですよ。原因があります。アリババがですね、成長した時代はですね、孔民の時代でした。アリババと孔民経営の関係がものすごい深いんです。これで習近平はアリババを叩きました。今後ですね、中身を整理整頓して、つまり孔民派を排除して、 もう一度ですね、新しい形となって上場していきます。これは習近平は自分の利益のためでもあります。習近平の仲間の支持を得るためでもありますが、アリババの投資家になってもらうんですね。アリババはインフラ施設の会社であって、中国にとってはやはり欠かせない存在ですね。習近平派は入っていきますので、それから上場します。 そうすると、ジャックマーさんはアントという会社をですね、守ることはできますし、自分の位置を守ることもできますし、これからですね、アウントという会社は上場するでしょうかと思います。上場して、習近平派にはですね、利益を受け取ることができますので、しかしですね、これでわかるのは、中国の IT 企業の成長はもう終わりですね。 不動産業界も同じなんですよ。これからは衰退します。あるいは縮小していきます。現在ですね、中国の消費市場について情報ありますので、2019年には戻っていないですね。これは動画でずっと話をしていましたが、しかしですね、消費市場は回復していくっていう傾向ではあります。例えばですね、観光とか外食は少しずつはですね、回復していく という傾向は出ています。ただし、すごい回復ではないですね。例えば、5月連休の時ですね、多くの方は観光に出かけました。しかしですね、不動産を買ったり、リフォームをしたり、自動車を買ったり、電化製品を買ったりですね、そういう出費はあんまり良くないですね。今年はですね、コロナ終わって1年目であって、労働者は稼いで、貯蓄するか、返済をするかですね、つまり、 できるだけ出費しないですね。特にブランド物を買ったり、高級化粧品を買ったり、高級料理を堪能したりすることはやめています。この状況はですね、かなり長年続くと思います。つまりですね、バランスシート不況だと言います。政府にしても、国営企業にしても、国民にしても、みんなですね、多額な借金を抱えているからですね。ちなみにですね、 北京の H&M ですね。ものすごい期間でですね。あの、6月11日で閉まります。15日かもしれませんが、6月中に閉まるんですよ。もう終わりです。撤退しますと発表しました。H&M ですら大変なんですよ。H&M はですね、中国でものすごい大人気ですね。特に若い子にすれば、ものすごい人気あります。しかしですね、今はもう全くダメですね。 去年ですね、8月23日、フォアウィの社長さんですね、ニーさんが発表しました。ニーさんはですね、発言したのは、フォアウィは生きることが重要です。生きることを方針にする。消費市場は変わりました。フォアウィは規模を追求する時代が終わりました。この3年間、これから3年間ですね、フォアウィにとっては危機の3年間であり、 事業を縮小すると発表しましまた。つまりですね、ジャックマーさんは、ファービーと同じことをやっています。IT 企業は高度成長の時代は終わりです。当然ですが、IT 企業だけではなくて、中国の不動産投資して、絶対に儲かる時代も終わりですね。こちらは2021年ですね、ファービーの高級スマホですね、5G チップがなくて、 ウェイのスマホはですね、5G 適用外となりました。当時はですね、みんなびっくりしました。そしてこれからも続きます。ハワイのスマホにはですね、5G はもう適用しないんですよ。原因がありますので、アメリカの制裁を受けていますので、やはり影響ありますね。しかし非常にですね、面白いのが、5G をリードしているのは w e イですね。世界一、5G 基地局の数を持つんですよ。 世界の各国で 5G 基軸を作りましたし、特に中国ですね、世界一と目指していますし、しかしですね、自分が生産したスマホ、5G は適用しないんですよ。これが非常にどうでしょうかと思いますが、これでわかるのはですね、中国の会社は中身は何もないんですよ。外国のものを買って、組み立ててできればですね、それでいいんですよ。自分で開発とかですね、やっていません。 これがファミリーの技術力のですね。そしてこれでわかるのはですね、中国の IT 企業は終わりですね。これからは発展はもうないです。これからはもう縮小縮小していくんですよ。まだ中国の経済について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。